こんにちは今回ご紹介するのはこちらの一冊です。人を助けるとはどういういことか、えー、こちらこのタイトルでは「この助ける側」の話のように感じますが実は「助けられる側」というものについても書かれていますので、えー、おそらくすべての方にたとって大切な一冊なのではないかなと感じました。例えば仕事そして、えー、プライベート家族関係ということで、えー、人の役に立つ側になることもあれば人に助けてもらう側になることも当然、えー、あるわけなんですがじゃその「助ける側」 ととしててじゃあどういういいいことを知っておかかななけければいけないのか助けられる側としてどういうことを知っておかなけ,おかなければいけないのかそしてまたそれとは逆に、えー、応援する側応援される側が何を知らないのか何が分かっていないのかっていうようなことがこのそれぞれの視点から書かれていまして。えー 例えば自分が応援する側の時だと応援される側の気持ちを忘れてしまいますしまた逆もしっかりということでそれぞれの立場からどういうことが起きているのかどういうことが必要なのかということがわかるとてもいい本だと思います。ぜひ読んででみてください。以上です。